エリザベス・ボーエンは、アイルランド、イギリスの小説家。生まれてから7年間過ごした、ダブリンの聖火アイルランドのダブリンで生まれる。ボーエンの一族は、元は、ウェールズにいたが、17世紀に、オリバー・クロムウェル配下として、アイルランドに出征して、先行を挙げ、アイルランドのコ空クキルドラリに領地を与えられて、定住した、アングロ・アイリッシュだった。 1775年に、キルドラリに近いファラヒに、ビッグハウスの一つである上官ボーエンズコートを、気づいたが、エリザベスの父ヘンリーは、ダブリンで、法廷弁護士として働き、母フローレンスと共に、一家は普段は、ダブリンに住み、夏の間だけボーエンズコートで過ごしていた。1907年に、父が新規症となり、暴力を伴うために、母と共に、 イングランドに渡り、ケント州の母の親戚に支援を受けてハイズなどを転々として暮らした。1912年に母が肺がんで死去し、その後はおばに育てられる。オリーブ・ウィリスの設立したダウンハウススクールで教育を受け、ロンドンの美術学校で学んだ後、彼女の才能は分泌にあると考えた。バージニア・ウルフラのブルームズベリーグループに参加し、そこで、 ローズ・マコーリーと親しくなり、後に最初の短編集エンカウンターズの出版社を探すのに助力を受けた。1923年に BBC に勤めるアラン・キャメロンと結婚。この結婚はセックスレスな同盟関係とも評された。彼女は多くの婚外関係を持ち、その一人のカナダ人外交官、チャールズ・リッチーとは30年以上も関係が続いた。また、 アイルランドの作家ショーン・オフェイロン、アメリカの詩人メイサートンとの関係もあった。ボーエンと夫はオックスフォードの近くに住み、モーリス・バウラやジョン・バカン、スーザン・バカン夫妻と親しくし、ここで彼女は初期作品、最後の9月を執筆した。北へ観光後、彼らはロンドンのリージェンツ・パークのクラレンス・テラスに移り、パリの家、心の詩がここで書かれた。 1937年にアイルランド文芸アカデミーのメンバーとなる。1930年に父が亡くなり、ボーエンズコートを引き継ぐことになったが、イングランドに住んでアイルランドを頻繁に訪問してた。第二次世界大戦中はイギリス情報省で働き、アイルラドの世論、特に中立の問題についてレポートした。戦中及び戦後に、日ざかりやいくつかの短編で、 戦時中のロンドンについて書き、また1948年に大英帝国勲章を授与された。1952年に夫アランが仕事を退職し、夫婦でボーエンズコートに移るが、その数ヶ月後にアランは死去した。ボーエンズコートには、多くの作家、バージニアウルフ、ユードラ・ウェルティ、カーソン・マッカラーズ、アイリス・マードックおよび歴史家のベロニカ・ウェッジウッドなどが訪れた。 また、望遠は、家の維持のために、アメリカで、多くの講演活動を行い収入を得た。1957年には、友人の画家パトリック・ヘネシーによる、肖像画がここで描かれた。1958年に、イタリアに旅行し、A、タイムインローマとして発表した。翌年に望遠図コートを売却しなくてはならなくなり、1960年に、取り壊された。 その翌月、CBS のドキュメンタリー、アイルランド・ザ・ティアーザ・スマイルのための物語を書き、ボブ・モンクスをカメラマンとして完成された。1965年から、かつて母と過ごしたハイズに近いソルト・ッド・スミツキ、母の実家のビッグハウスの名である、カーベリーと呼んだ。また、ブルームズベリーグループの後を継ぐ形で、知識人サロンを持った。の墓地のある、 ストリートコールマン、エス・チャーチ最後の小説、エヴァ・トラウトは、1969年の、ジェームズ・テート・ブラック記念賞を受賞し、1970年に、ブッカー賞候補となった。1972年には、友人のシリル・コノリーと共に、ジョン・バージャーの、ジーをブッカー賞に推した。1972年に肺がんを患い、クリスマスには、航空軍金セールで過ごしたが、 その後再入院。1973年にロンドンのユニバーシティカレッジホスピタルで死去。ボーエンズコート領地内だったセントコールマン教会に夫、父と共に葬られ、教会の入り口には記念額が置かれている。母の墓地はソルトウッドの教会墓地にある。1977年にビクトリア・グレンディニングがボーエンの最初の伝記を出版。 2009年には日記や手紙をもとに、エンとチャールズ・リッチーの関係についての本を出版した。2012年、イングリッシュ・ヘリテッジは、クラレンス・テラスのボーエンの住居にブループラークを設置。2014年には1925から35年に、住んだオックスフォードのヘディントンの住居のブループラークが公開された。 ロンドンのクラレンス・テラスのブルー・クラーク・ジェーン・オースティン、ヘンリー・ジェームズを尊敬し、20代から現代的な、感受性と繊細かつ知的な作風で、コスモポリタンな心理小説を書いた。短編の名人として著名で、約90編の短編小説と、長編小説11編がある。最後の長編、エヴァ・トラウトは1970年度のブッカー賞候補になった。 多くは、アイルランド独立戦争と二度の世界大戦を経た、アイルランドとイギリスの社会における人々の不安な、心理の上の物語である。難解な文体は、人物、作者の真相心理の意味合を反映したものとも見られ、望遠自身は、語順のおかしい文章は創作上自然に生まれたもので、三文も、死の属性である。 曖昧性と名安度があるといいと考えていたようだ、とも見られる。ゴーストストーリーの書き手としても知られ、ロバート・エイクマンは望遠を、ゴーストストーリーの、現時点で最も優れた実践者とみなしており、短編、恋人は、悪魔を彼のアンソロジー、ザ・セカンド、フォンタナ・ブック・オブ・グレート・ゴーストストーリーズに、収録している。 長編小説短編作品集ノンフィクション望遠ミステリー短編集全2巻太田良子役ミネルバ書房望遠コレクション太田良子役国書観光会ありがとうございます